感動、ちょっと感動する話で、うん、粋なキャストさんの計らいみたいなやつで、12人で、部活のみんな女子高生たちが集まりで、ディズニーランド行ったんだって。ほう。で行って、でみんなでファストパス、プーさんのハニーハントのファストパス取って、時間が来た、行こうとしたら11枚しかなかったので、1枚なんかどっか行っちゃってたんだって。なくしちゃったんだ。そう、で1人だけなくしたの。そう、なくした、でこれって結構、まあ、ファストパスは結構本当厳しいから、いや無理だろうなって思いながらも、キャストさんにすいません、11枚で1枚足らないんですけどって言ったら、キャストさんが、わかりました、私ちょうどよかった、この間ミッキーマウス、ミッキーに魔法を習ったんです、おう、だからちょっと待ってくださいっつって、なんかメモにこういろいろ書いて、じゃあこれをこの先のキャストさんに渡してくださいっつって、ただ最後に魔法をかけるのはあなたたちの仕事です、これを渡した後に12人分ですって言ってくださいねって言って、そのまま通ったなって。おぉ、ちょっと待って、12人分ですっていうのがその魔法の言葉ってこと。そうそうそう、このいい、この中でアメリカンジョーク的なね、分かる分かる、その素敵すぎないというか、そこは事務的な言葉なんかいみたいな。あ、そういうことだったの。12人分ですっていう魔法の言葉をかけたら通れるようになりますっていう、確かにちょっとおしゃれだね。これをすごくちゃんといっぱい練習して、次の吉六で喋ろうと思ったから、だからなんかたどどしさもあったから、素材は良さそうだ、素材良さそうでしょ、確かに。